しまづけ。こんな感じで全然違いますね。全然違いますね。で、最初はこちらの方に反射材の状況について、全員がですね、反射材をつけていたらばというふうに思います。思っていても非常に視野、視力が落ちていると。速度を控えめにすることは、いいことが3つあります。回避する行動、完全に黒い洋服、毛はもう全く見えないような状態ですね。今度はもうこういうカーブだと、今度自転車なんか来ると、無灯化でこれ来るともう運転は危険だったのが、つむつむ分かりました。